シャス、ナガです。今回はこの S12 といったショットガンを使っていきたいと思います。フリーフォールですね。さあ、どんなショットガンなんだろう。使ったことないんでね。ちょっと物は試し。誰かいないですかね。いますね。いるけど。バレるかな。ここでどうだ。ん？撃ち合ってるみんなも。あ、これか？結構大胆に突ってんだけどな。あ、いたいた。あ、こういうやつか。なるほど。連射系ですね。おー、死なないだと。今ので。危ねえ。弾がだいぶ心配なことに。あ、なるほど。でも、かなり早いレートですね、これは。ちょっと今、打ち切った段階で死ななかったのは、ちょっとびっくりなんですけど。え、どこだ、どこ。あ、マジか。え、また取られたよ、この人に。どんだけ横取りするんだ、君は。ほとんど横取りじゃないか、俺の。しかも俺まで取ってくっていうね。まったく。な、え、危ねえ。あれ、真横で当たったよね、君。ってことは、これ一発で死ぬ武器じゃないですね。おそらく一発ではないです。うわ、やばい、危なあ、こんな慣れないことするからね、もう。さあ、突っ込もう。彼ここにいるでしょ。いや、一発じゃなかった。やっぱりこれはまずいものを手に入れた。どうしよう。一発じゃないんだ、ショットガンで。何なんだろう、これは。うわ、やばいな。ナイフに負けるショットガン。まあ、よくある話ですね。ショットガンゆえの、なんかあれですね。これでも、連射早い人は強いかもしんないな。なんて言ってみる？連射だけでいけるのか、これ。なんでしょう。誰も来てくれないね。これぐらいの距離じゃないと私戦えないんですよ。むしろこれでギリギリな感じなんですけどね。あ、リロードでもちょっと早いかも。バレた、今の。バレてなかった。いけるいける。 OK。 42発めっちゃあるね、弾。どこで拾ってきたんだろう。あ、ダメだった。オッケー。なんとか籠城戦でいける。よしよしよし、この調子この調子。マジか、マジかい。え、しかも死んだよ、ショットガンの人が。外走っていかなかったかい。いませんね。うわ、そう、そっちが本命でしょう。いやー、強いですね。こっちか。どこにいるんだ、どこだ。フラグ投げてた。ふはははやばいねー、これ。やばい。ただ一言、やばい。もう強いとか強武器とかじゃなく、やばい。危ね危ね。レートね、レートの上限ないんじゃないこれ。あるある。レートの上限はありますけど、僕の今打ってる感覚が結構な早めな感じらしいです。ボルボルやってきたんだよ、外から。ショットガンなのにね。今のなんていう矛盾。ショットガンやで。まあ確かにやられたらびっくりするかもしんない。あー、ダメか。ちょっと腰止めでいけばよかったか。覗きながらはちょっとダメだったね。
走る。とりあえず室内に逃げる。オッケー、漁夫乗り。おお、いたいたいた。へへへ、ショットガンの、いたいたいた。オッケー、すごいね、血がグロいっすね。なんかあーれー、これどこまで届くんだろう。でもこれ連射が、連射っていうか近距離そんな得意じゃないですけど、もしかしたらね、遠距離でも威力減衰がないショットガンの可能性がありますからね。遠くの敵狙ってみたいな、ちょっと。あれはどうだった。あー、ダメか。これで餌って言いながら自分ガチで取ろうとしますからね。うおー、いやー、取れなかったが、うわー、つらい。ちょっと取りたい。自分のケア化けですから、あれ。誰もいないよね。取ろう。オーラダッシュ。よし。取った瞬間死ぬってね。お、いいな。ダメ。ダメか。これは距離減衰がありますね。これどういう進化を遂げるんでしょうね、このショットガンは。どこ行った。あ、マジか。いや、待て、つらい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 。いや、待て、あーれー。あ、いる。うーん、彼に追いつきたい。いたいた。オッケー。さあ、追いかけられてた人は、すごいね、血がブッシャーってなってますね。あ、これはちょっと無理かな。ん、これ敵じゃん。お、ラッキー、ダメージ受けてたのかな。もうなんか、うー、そうだ、厳しい。ん、あ、いたいたいた。いて、ブースト使いまくったらダメですね。やっぱバレちゃうか。ここにいるよーっつってね。まあ、ここは届かないか。さすがに。いや、でもリロードの。速さまだ。よし。あ、いた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 。UAV ready。OK。このハンドガンに頼っちゃったらダメでしょ。今いたね。ちょっと UAV 出す。UAV is online。来るかな。あー、ショットガンならいけた。このやっぱショットガンは頼らないとダメですね。よいしょ。やめてー。お、でもこっち来てますね。あ、なるほど。うわ、やばい、いかんて。あのショットガン天敵ですわ、ショットガン同士として。さあ、やべ。いやー、これ難しかったな。しかし今回のショットガン辛いですね。まあでもこういうネタはまあ嫌いじゃないですよね。なんかもう絶望の淵に落とされる感じですね、もう。うーん、まあでもいい感じに戦いましたね。僕の中ではまあまあ満足してます。はい、というわけで今回はなんだっけ、ショットガンの名前すらもうね覚えてないっていう、K12 とかそんな感じの名前でしたね。なんかこれですね、 S12 ですね。 S12 というショットガンを使ってきました。皆さんもね、このドラムマガジン式ショットガン憧れたらぜひ使ってみてください。というわけで次回もかかってこーい。